さあそしてもう一つあのパネルの方ですね特典ジャンプアンプランキングというものが今回ありまして、はいえー、秋葉原が2位に、はい、ランクインしているんですが49位から29位ということで、うんうん、秋葉原といえばもう村重さんもお膝元でいらっしゃお膝元って言うんですか あの、よくご存知かなななとあ、あ確かか、に勉強りました、はい、お膝元んの、そうですねもともと HKT48 だったので、はい、よくその AKB48 さんの劇場公演に出張するっていう、はい、なんかその<ー>出張公演っていう公演があってあじゃあしょっちゅう出てたんだ秋葉原しょっちゅうではないんですけどたまに行かせてもらってて<ー>やっぱもう村重の秋葉原って のイメージはもう古き良きオタク文化というかもうアイドルの聖地アイドルの聖地なイメージがすごいありますね関根さんいかがですかあの秋葉原っていうと僕らの年代だと電気街なんですよねイメージはだから家電をあそこでよく買いましたねそれであの任天堂で 64が出るって言うんで64が出るぞって言うんでねあのそれまでほらなかなか買えなかったから慌てて秋葉原行って予約したんですよそしたらその店員さんが「いやそれなんか発売3ヶ月ぐらい前だったんですよ」そしたら「いやそこまでは大丈夫だと思いますけど」って言うんですけど「いや予約してください」だからえ関根さんが1番目ですって。<laughs> <laughs> 予約の一番目だったんですか。あのー、予約しなくても買えたみたいです <laughs> あ。あそうなんだ。<laughs> でもわざわざ秋葉原に予約しに行ったっていうことですよね。そうです。 行きましたよ、うん、今はあのよく駅に家電大型の家電量販店、はい、たくさんありますけれどもやはりまだその頃は秋葉原にあの家電を買いに行くっていうそう,そういうあの習慣というか文化でしたねそうです、はい、そこから秋葉原がもうすごかったんですけどもそ,の、ね、そこの支店が新宿とか渋谷とか、はい、こうあらゆるところにできたので,そうです、ね、少し分散しましたよねととか、はい、とかそうですよね。 いろいろありますね。いっぱいやってましたよ。やってましたね。みんな秋葉原ですもんね。そうですよね。あとやはりあの外国の観光客の方も、まずは秋葉原で。そういうアニメブームとか。はい、あとはね、先ほどあの編集長もありましたけれども。あのコスプレの。あ、メイドカフェとか。はい、あります。今やっぱりアニメは全世界の。 ブームなんで、んどこ行ってもやっぱり海外のお土産持ってく時に日本のアニメグッズが一番鉄板だって今言われてるんですよ。それ、はい、やっぱり世界から見ても注目されていて。えーえー かつその今までまあオタクのまあ町みたいなイメージがかなり今一般化してきてはいはいそうなんだメイドカフェなんかもやっぱり小さなあの小学生の子が行きたいとかって言って家族で行ったりとかなんかあんまりこう一部の人の街じゃなくなってきてて多くの人たちに楽しめるなんかエンタメタウンみたいな感じがなってるんですよ <えー S 2> そうなんだ全然知らなかった <あー S 2> やっぱアイドルでそのそこに劇場があったので <はい S 2> あの秋葉原を 秋葉原は、えええー、プライベートでで行くのは禁止だだったんんすよえ、<あ>そうなんだやっぱりそのファンの方に会っちゃったりとかするので<ー>行っちゃダメだよって言われてた場所なので今でもなんかちょっとそれが残ってて、えー、行くとそわそわしちゃいます。えーえーえー だからね全然知らないんですよ今新しくなってるとかなるほどお仕事では行ったけれどもはいあまりよく知らないもう<日>街はだから歩けないってことですねそうですね<の>だから未だになんかその行くとそのチェック柄にあの村上さしげが昔見てた <laughs> ザ・オタクって人たちがいるイメージがありました、はい <laughs> そうだいぶそこがねちょっと行ってみたいな、うん、もう遊ぶ買い物に行くではなくてもう住む働くさっきの電気街がね結構 IT オフィス街に変わってるってさっきは<ー>ゃらせていただいたんですけどやっぱこう住む街とか働く街として秋葉原も出てきてるんで本当<ー>ね一般化してきたというか<ー>、はい、もう多くの人たちが行き交う街。へー